はい、はい、どうも、ちょぼりです。てことで、今日はですね、新登場パック選手の育成徹底回数やっ ていきたいと思います。てなわけで、またまたパックについての動画やっていこうと思うんですけれども、先日ね。こちら6種類のパックが登場いたしました。ってことでまあどのパックをね。買えばいいのかとか、どのパックがおすすめですよ。って回答はしたんですけれども、まあそれぞれのパックのね。この搭載されている選手の育成についてはね。あんまり改造しなかったかな？っていう風に感じたんで。まあ、今回はこの6種類のパックのガチスカ級選手たちの育成を徹底解説ということでやっていきたいと思います。まあ人気。なの はね、このフランスとまあ、イングランドパーク、このアルゼンチンパークかな？この3つかなと思うんですけれども、まあ基本的にこの3つのパークの選手は多めで、その他このポルトガルトルコブラジルに関してはまあ、この中でもガチスカットで使えそうな選手を中心に結構選手多いんですけど、テンポよくねしっかり解説していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。てことで早速ですね。パックのガチスカ級選手たち育成設定解説ということでやっていきましょう。 はい、ということで、こっからはイフットボールハブを使って回数していきたいと思います。若干このね、スキルに関してはね、イフットボールハブ、たまにバグって時があるんですけれども、そこに関してはご容赦くださいということでやっていきましょう。まずトルコパックのチャラハノールから見ていきたいと思います。まあ正直この選手はね、トルコパックの中で唯一ガチスカットで使える選手かなと思いますけれども、こんな感じで育成していました。まあ強いですね。まあこれは OMF とかサイドハーフ用の育成かな個人的には OMF 強が一番いいかなと思うんですけど、まあ CMF とか DMF でね、もし使いたい方がいるの まあディフェンス打ち上げた方がいいいと思いますただ、やっぱりね、ディフェンス値、特にディフェンスのボールラッシュはかなり低いんで、個人的な完全にオフェンシブな育成でいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ドリブル数全部95のパス位置もこんだけ高くて、決定力もね、8乗っかってきて、スピッシュもギリギリ8 5超え、キック力もありますということで、まあ、消化も軽いですし、やっぱりね、チャラハノロは個人的に強いんじゃないかなと思います。まあ、ライブアップルトもこんな感じですし、まあ、この育成、個人的にはいいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで、チャラハノルでした。はい、ということで、ここからはブラジ パック見ていいこうと思いますまず一人目がマルキーニョスということで見ていきましょう。まあ、この選手普通に強いと思いますね。身長183センチのセンターバックということで、まあ、僕的にはまあ使うなら、真ん中のセンターバックというか、まあ、サイドのセンターバックか、右サイドバックがいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、この育成でディフェンス全部90乗っかってきて、スピシューも8乗っかってきて、ジャンプも90まで行きますということで、まあ、強いですね。まあ、監督でね、誰を使うかによって変わってくると思うんですけど、まあ、それによってね、スピード、瞬発とかは、まあ、80に乗るように調整してもらえれば いいんじゃないかなと思いますまあ、意外とねこのドリブル数値とかボディコンとかも高いんで使用感もそこまで重くないと思いますしまあ軌道バックのあるねセンターバックとしてかなり優秀かなと思いますスキルもねこんな感じで優秀なんでサイドバックはもちろんまあ、サイドのセンターバックでも強いんじゃないかなと思いますね3バックのセンターバックとかでもいいんじゃないかなと思いますはいということでマルキノスでしたはい続いてはこちらジョエリントンですね見ていきましょうこの選手かなり面白いのロクチしてますよね CMF でボックスボックスなんですけれどもポジションテキスも多くてこんな感じということ これすごい能力値してますね、なかなか見ないタイプかなと思います。ドリブルと、ね、ボールコン救助乗っかってくるんですけれども、まさかのディフェンス打ちもね、アグレッシブレス救助乗っかってきて、スタミナもあって、フィジカルコンタクト、推進も結構あるタイプということで、個人って結構ね、この選手、面白いんじゃないかなと思っております。割とね、まあ、OMS とか7個、セカンドトップとかで使ってあげてもね、面白いかなと思いますね。結構前線からボールも借り取ってくれるんじゃないかなと思うので、まあ、ディフェンス打ちに両上げでアグレッシブレスも救助乗っかってくるということで、まあ、スピードもね90っっ、救、ま、助、あ、乗したかったかなって感じはある ですけれどもまあ足もそこそこ速くてレベル数値もあるということでなかなかねこういうタイプの選手今の環境いないかなと思ってるんで結構特殊で個人的な使ってみたいなって気はしてますねまあ決定力はあんまりないんで注意ポイントかなと思いますけれどもパスが上手いのもいいポイントかなと思いますはいということでジョエルイントンでしたはい続いてこちらリシャルリソンですね見ていきたいと思います個人的にはねこの選手は結構現環境でもやれるんじゃないかなと思ってますけれどもラインブレーカーでまずこの両足切れるのがいいポイントですよね逆圧精度が最高とでまあ僕的にはねサイドリカ 中央強がいいんじゃないかなと思ってます。ドリブル数値もね、結構高いですし、決定力も8の乗っかってきて、スペシャはね、正直あんまり高くないんですけれども、意外とね、このジャンプ数値とかね、フィジカルコンタクトもあるんで、ボールをね、収まりやすい選手ということで、なかなかね、珍しいタイプのラインブレーカーかなと思うので、結構個人的には好きですね。足元だけではなくて、結構この空中戦とかね、ボールが収まりやすいっていうのもいいポイントかなと思います。こういうラインブレーカーってあんまり多くないですからね、スキルもこんな感じで優秀ということで。まあ、リシャルリストもね、たまに使ってくれるかなって感じがするんですけど、まあ、今回のパックのリシャルリストもね、結構強いかな と思っってるんで是非気になった方は使ってみてみください、ははいいいととうこででリャルした続いてはこちら、ハフィーニャ見ていきたいと思います。この選手はね、433とかウィンを使ったフォーメーションを使用する方は、かなりガチスカットで使えるんじゃないかなと思ってるんですけれども、めっちゃ足が速くてもドリブラって感じですよね。まあ身長的にも使用感いいと思いますし、ボルコンドレベルスピード先発と、マ、まあ、スタミナ90攻撃的でて、決定力もね、8乗っかってくるんで、個人的に結構強いんじゃないかなと思っております。ダブルタッチもね、しっかり持っていて、意外とね、フライパス数値も高い でクロスもうまいということで、まあ、ドリブルが好きな方はこの選手結構強いんじゃないかなと思ってますねワンチャンセカンドトップとかにね適正つけてあげても面白いかなって感じがあるんですけど、まあ、かなり使用感いいタイプのドリブラーかなと思いますので個人的にねこの育成結構いいんじゃないかなと思います是非ね使い方は参考にしてみてくださいはいということでハフィーナでしたはい続いてはこちらガブリエウ・マガリアンイスということで見ていきましょうこの選手もね今回のパークの結構強いなと思ってるんですけれどもハードプレスでセンターバックの身長190あるということでまずこれがめっちゃいいっすよねポジション的性 センターバックのみなんですけれどもディフェンス打ち、ね、全部90を超えてきてスピード8の瞬発70でヘディングが94フィジカルコンタクトー93ということで結構強くないですかパスもねどっちも70乗っかってきますし、まあ、ディフェンス打ち全部95超えのフィジコンヘディングが、まあ、90乗っかってくるんで競り合いも強いですし、まあ、スピーシュンもね現環境でギリギリいられるぐらいかなと思ってるんで、まあ、センターバックで今の環境で十分ガチスカットいられるんじゃないかなと思いますねブロッカーとかねスキル追加必要かなと思いますけれどもライブアップレートも安定しているということで個人的にはねこの選手結構 いいんじゃないかなと思ってます。まあ、フィジカルもう少し下げてあげて、ワンチャンね。ディフェンスに振るのもありかなと思います。けれども、もまあ、個人的にはこの育成いいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということでガブリエルマガレンスでした。はい、続いてポルトガルパック見ていきましょう。まず1人目。こちらクリスティアのロナウドということで、この選手もね。まあ弱くはないと思うんですけど、まあガチスカキューかって言われると、まあどうなのかな？って感じではありますかね？全体的にね。めっちゃバランスがいいタイプの選手ということで、まあ、ロマンはあるんですけれども、ロナウドじゃなくていいかな？って感じもしますかね。ラインブレ。 逆足が使えるのはめっちゃいいポイントかなと思いますけれどもさっきも話した通りこんな感じで全体的にねまあ90以上の数値は少ないんですけれどもまあ80を超えてくる数値は多いということでまあ使うならセカンドトップか CF かなっていう感じですかねまあ使用感は正直ねそこまで軽くないかなと思いますけれどもフィジカルコンタクトとかねダンプ数値も結構あるということでこの選手も割とボールは収まるんじゃないかなと思いますまあスピッシュがこれで90とか乗っかってきたら個人的にはねガチスカートで使えそうかなと思ったんですけれどもクイックネスも重上げでね瞬発83ということで、まあ ツートップの片方とかならいいんじゃないかなって気もしてますね、まあ、クロスにも強いのはいいポイントかなと思いますスキルはそこそこ優秀なんで、まあ、ロナウド持ってない方はワンチャン獲得して使ってみるのもありなんじゃないかなと思いますねバランス型のセンターフォードなんじゃないかなと思いますはいということでロナウドでしたはい続いてはこちらルーベンディアスということで見ていこうと思うんですけどこの選手はねまあ現環境でも現役選手の中で十分強いセンターバックなんじゃないかなと思いますハードプレスの1 8 6センチということでノロクチこんな感じですね相変わらずディフェンス数値がめっちゃ高いという ということで、9上げでね、全部92以上まで行くんで、まあ、これは強いっすよね。アグレッシブメスも96まで行きますし、フィジカルコンタクトもこの位置で90乗っかってくると。スピシュンがやっぱりね、気になるところかなと思いますけれども、スピードもね、79ということで、まあ、スピードプラス1のね、監督を使えば8を乗っかってきます。瞬発は70っていう感じで、まあまあ、スピシュンぐらいかな。それ以外に関してはかなりいいと思いますね。好きでもね、ブロッカー以外は優秀ということで、ブロッカーつけてあげた方がいいかなと思いますけれども、ライブアップレートも安定してるということで、まあ、ポルトガルバック購入した方はね、このルーベンディアスは十分 ガチスカッにはい、ということで、ルーベンディアスでした。はい、ということで、続いてはこちら、ラファエル・レオンですね。見ていきたいと思います。この選手は結構育成迷ったんですけれども、こんな感じでやっていました。まあ、ピックタイムのレオンを持ってる方が多いと思うんで、あんまりこのレオン使うよって方はそこまで多くないと思うんですけれども、まあ、レオンを持ってない方はね、しっかりと強い、まあ、最強クラスの、まあ、フォワードの選手かなと思いますね。このパックのでも十分強いと思います。ウィングストライカーで、まあ、ボルコンドリブルスピード瞬発95秒。 ということでまあやっぱり強いですよね頑張って決定力もねこの育成8で乗っかってきてまあドリブル数値もボルコンもね救助のするために11育成していましたスピッシュのどっちもね95以上とフィジカルコンタクトもね77まあってボディコンも86ということでフィジカルもあって使用感も軽いということでまあやっぱりこの選手ねこのパックでも十分強いと思います相変わらずスーパーサード持っているということでまあ先発から使っても強いと思いますしまあ特殊ダブルタッチ持ってるんですけれどもシュートキノスキルねあとパスキのスキル追加してあげた方がいいと思いますまあ、さっきも話した通りビッグタ レオン使ってる方が非常に多いかなと思うんですけれどもまあ、このレオンでもね十分ガチス使ってやれるかなと思ってるんでもっとない方はねまあ、ここで獲得してみるのもありなんじゃないかなと思いますはいということでレオンでしたはい続いてはこちらジョアンフェリックスですね見ていきたいと思いますこの選手結構強そうですねということを思ったんですけれどもチャンスメーカーの左ウイングの選手ということで身長1 8 1センチあります逆振度がね最高で精度が高いのもいいポイントかなと思いますけれどもノーロシこんな感じということでポジションブースはついてますねこれ弾くとこんな感じで、まあ、左の サイドハフウィングととと中央 CF OMF からままででできますということで割とどこで使った結果も強いんじゃないかなと思いますけれども、能力値優秀ですよね。ドリューブル数全部93以上までいって、決定力もね、8U 乗っかってきて、グランダーパスもね、8 0までいって、スピード8、6、瞬発90ということで、ボディコンも8、9までいくんで、使用感軽いと思いますし、結構強いんじゃないかなと思ってます。スキルもね、ま、そこそこ優秀かな。シュート系のスキル若干欲しいかなって感じありますけれども、ま、2列目でも活躍してくれるかなと思いますし、普通にウィングとかね、センターフォワードとかでもワンちゃん使えるんじゃないかなと思います。 てね、意外と決定力もあるんでフィニッシャーにもなれそうということで個人的にこの選手はねポルトガルバックの中でも結構強い方なんじゃないかなと思ってますね良かったら育成参考にしてみてくださいはいということでジョアンフェリックスでしたはい続いてこちらヌーのメンデスということで見ていきましょうこの選手はねまあギリギリ勝ちスカットでやれるから微妙かなっていう感じではあるんですけれどもコンエフィティサイドバックの身長1 8 4センチということでまあ回数紹介もやったんですけれどもリクエストもあったんで見ていきたいと思いますポジション適性はこんな感じでセンターバックサイドバック と左のサイドハーフにあるんですけれども、まあ使うならサイドハーフかなと思ってますね。まあ、使うならサイドバックかなと思ってますね。ワンチャンサイドハーフもあるかなと思ったんですけど、まあサイドバックかなって印象があります。ディフェンスをね、14も上げてこんな感じということで、まあ現環境ギリギリられるかなっていう感じですかね。もう少しね、極端にもディフェンス下げちゃって、逆にこのスピロとかをね、ガーゲーするってこれもまあ,ありかなと思ったんですけど、まあディフェンス値もね、やっぱり少しは必要かなって感じで、まあ14上げぐらいしてもいいのかなと思ってるんですけども、まあ、好みによって変わってくるかなと思います。 足が速くてね。フィジカルがあるのはいいポイントかと思います。けれども、ディフェンス位置が若干低いかなって印象はありますかね？それでディフェンス位置がね。全部80とかしっかり乗っかってきたらまあ強かったかな？って感じはあるんですけど。現、まあ玄関今日さすがに若干厳しいかなって気もしてます。まあ、この選手もね。ディフェンス系のスキルまあまあ持ってるんですけれども、ブロッカーとかつけてあげた方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、指名契約のね。布面レスとか使ってる方も多いと思うんですけど、まあこの布面レスでもね。ディフェンシブつけてあげればワンチャンやれるんじゃないかなと思います。はい、ということで布面です。でした。はい、こっからはイングランドパック見ていきたいと思います。このパ。 購入した方もかかなななり多いいいんじゃないかなと思いますけれどもまずはベリンガムということで完全にバランス型の育成にしてみましたこんな感じでこの選手も育成ね人によってかなり変わってくるかなと思いますけれども僕的にはまこの育成かな本当にバランスよく育成してまあ、c m とかで使う方が多いと思うのでまあ、攻守万能っていう感じですかねドリブルもできてパスもできて決定力もねそこそこあってまあディフェンス時もも、ね、ギリギリ守備意識アグレッシブさ8を乗っかってきてスピッシュンも85位とフィジカルコンタクトもねこの育成8を乗っかってくるんで間違いなくね ガチスカット級の選手かなと思いますしもちろんギャカシも使えてスキルも優秀ということでまあ、最強クラスの CMF OMF なんじゃないかなと思いますまずアイコンがめっちゃかっこいいしねこれは使いたくなるなって感じはあるんですけども、まあ、もう少しねディフェンス型で育成したりとかスピードを上げたりとか、まあ、好みあると思うんですけど個人的にはこの育成結構いいんじゃないかなと思ってますねはいということでベリンガムでしたはい続いてはこちらデクランライスということで見ていきたいと思いますこの選手もねまあ十分ガチスカットで使えるまあ、DMF かなと思います個人的にはツーボランチの 肩音から使ってあげると強いんじゃないかなと思いますけれども、まあスピシュンがね、若干遅いかなと気になりますけれども、やっぱりこのディフェンス数値は圧巻ですよね。全部95位の守備意識アグレッシブレスは97、96ということでめっちゃ強いですね。フィジカルコンタクトも87まで行きますし、まあドリブル数値とパス数値もね、全部80を超えてくるということでこの育成は割とバランスいいんじゃないかなと思ってます。もう少しね、スピードとかディフェンス上げたい方はドリブル数値ね下げてあげてもいいんじゃないかなと思いますけれども、まあボランチでバランスよく振るならこんな感じになってくるかなと思いますね。ワンボランチ若干厳しいかなって感じあるんです。 けどまあディフェンシブつけてあげてワンチャンかなまあ個人的なツーボランチで使ってあげた方が強いんじゃないかなと思いますスキルもね普通に優秀なんでこのまま使ってあげても十分強いと思いますしライブアップデートも安定してますということでまあかなりねあ2振ってなかったなこれ2振るならいやこれ迷うな2振るならパスに2かなこんな感じで振ってあげるといいのかなすいません若干見落としがありましたけれども d m f d m f どっちで使ってあげても強いと思いますしスピシュンが気にならない方は十分ガチスカットで使えるんじゃないかなと思いますはいということでデクランライセンス はい、続いてはこちら、フィル・フォーデンですね。見ていきたいと思います。この選手は、まあ、めちゃめちゃ強いですね。個人的にはね、このイングランドパックは、ベリンガムとこのフォーデンがね、まあ、かなりガチスカ枠、まあ、最強枠なんじゃないかなと思ってますけれども、チャンスメーカー171センチの、こんだけポルション定性があるのまずめっちゃいいポイントっすよね。ノーションもこんな感じで、めっちゃ強いよね。ドリブル数値は全部93以上までいって、ボルコン97までいきますと、パスもうまくて、決定力もあって、スピシュン、キック力、ボディコン、スタミナ、全部95位と、これめちゃめちゃ強い くない間違いなくガチスカット級っていうかねもう最強クラスかなと思いますけれども相変わらずスキルだよねこれもう少しこう追加してあげていいんじゃないかなって気はしますけど、まあ、スキルはしっかり追加してあげましょうライブアップレートもね安定してますし、まあ、ポジション適性も多いということでまあ出したらねイングランドパックで一番当たりの選手といってもいいぐらいえこのフォーデンは強いんじゃないかなと思ってますね是非よかったらいくせも参考にしてみてくださいはいということでフォーデンでしたはいこっからはアルゼンチンパックを見ていきたいと思いますまずこちらリオネルメッシということで見ていこうと思うんですけれども この選手もかなりリクエストをいただきましたね。取った方も多いんじゃないかなと思います。今回のメッシュもね、めっちゃ強いわけなんですけれども、まあ、リンクフォワードということで、まあ、なんでウィングとかね、OMF で起用する方が多いんじゃないかなと思います。もちろんリンクでね、前線で使ってあげてもいいと思うんですけど、個人的には、まあ、無印の OMF とかで使ってあげた方がいいと思いますね。この育成は無印 OMF で使うような育成になります。まあ、こんな感じかなと思います。 まあ、シュート、パスとエアバトルにね、バランスよく振ってあげて、まあ、あとはドリブル、クイックネス、脚力中心の育成なんですけど、まあ、ギリギリ脚力をね、12上げて85までというわけで、まあ、OMF ならこれぐらいでもワンチャン気にならないんじゃないかなと思ってます。ドリブル数値もね、この育成で全部97以上までいきますし、まあ、クイックネスも打ち上げしてあげて、瞬発92、ボディコン97、オフェセン96ということで、まあ、めっちゃ強いなって感じがあるんですけど、割とまあ、バランス型の育成かなと思います。もう少しね、脚力とかにめっちゃ振る方もいると思うんですけど、まあ、CF と から使うならね、そんぐらい振ってもいいと思うんですけど、僕は OMF ならこれぐらいでいいんじゃないかなと思ってますね。スキルももちろん優秀ということで、まあ正直ね、あのビッグタイムの三強だのメッシュ持ってる方はね、無理して獲得しなくてもいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ今回のメッシュも十分強いと思いますし、間違いなくね最強クラスかなとは思いますので、まあぜひよかったらね育成も参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はいということでメッシュでした。はい続いてこちらアルゼンチンパックのディマリア見ていきたいと思います。まあこの選手をなんとかガチスカートで使えるかなって感じはあるんですけど、 ならまあセカンドトップか OMF かなって感じはありますかね。若干スピシンがね、この選手も低いんで、まあ、ウィングとかサイドハーフ機はちょっと厳しいかなって印象があるんですけれども、セカンドトップとかね、OMF 機ならいいんじゃないかなと思います。チャンスメーカーということで、ドリブル数値もね、全部90を超えてきて、パスがしっかり上手いということで、これがやっぱりいいポイントですよね。キック力もあるんで、それもいいかなと思いますし、まあ、使用感がめちゃくちゃ軽いわけじゃないかなと思いますけれども、まあ、チャンスメーカーとしてはね、いいんじゃないかなと思います。スキルズ追加もね、必要かなって感じはありますけれども、ライブアップレートも非常にいいという ということで、まあ、さっきも言った通り、サイドハーフとかねウィングで使うならスピード瞬発ねもう少し上げないといけないんですけど、まあセカンドトップとかね OMF で使うならこの育成で使用していただけると個人的にはいいんじゃないかなと思ってますね。ぜひね育成参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はいということでディマリアでした。はいということで続いてはロドリゴデパウル見ていきたいと思います。この選手もね相変わらずこう強いというか万能で十分ガチスカットで使えるんじゃないかなと思います。2列目からの飛び出しということで矢橋が使えてポジション適性がねこんだけ多いのがやっぱりいいポイントかなと。 ワンンンチャンサイドドででもも、ね、使えるるかかかかななななって感じじははあるんんすすけど僕的にはまあこの選手も使うかなセカンドトップ OMF CMF とと強がいいんじゃないかなと思いゃ思ます今回のね、デパールは完全にこうディフェンスは育成せずにオフェンス型のデパールとして育成の方をしてみました。まあこれによってね、ドリブル数全部90を超えてきて、瞬発とスタミナ90を超えてくると、キック力もね、89までいきますし、ボディコンも86までいくということで、使用感も軽いと思います。フィジカルコンタクトがね、地味70あるのもいいポイントかなと思いますし、まあパスも上手いということで、やっぱり万能で強いんじゃないかなと思ってます。 ますねまあ、決定力は若干低いんで、まあ、セカンドトップでよりかね、OMF とか、まあ、中盤の方がいいんじゃないかなって気はしますけれども、まあ、スキルもね、ダブルタッチを持っているということで、中時のスキルねつけてあげたらいいんじゃないかなと思います。まあ、逆足も使えてのロクチもは万能ということで、ポジション適性もこんだけ多いんで、まあ、特に無課金とか未課金の方はね、かなりガチスカットで使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで、デバールでした。はい、続いてはこちら、エンソフェルナンデスですね、見ていきたいと思います。この選手もね、デバールと若干被ってるかなと思うんですけれども、デバールよりも、まあ、若干 ディフェンス打ちがあるっていう感じですかねボックスボックスは1 7 8センチということで乗ロシもこんな感じでかなりこうバランスよくね育成の方はしてみました結構育成迷ったんですけどまあこんな感じかなところですかねワンちゃんこのシュートを下げてあげてその分ねこのエアバトルに振るまあこれもありかなと思ったんですけどまあ、ボックスボックスなんで上がってきたことを考えるとまあ決定力はね70乗せてあげた方がいいのかなって気もしてますまあそこら辺はね好みで育成してもらえればなと思いますけれどもボールキープフライパスとまあ、キック力スタミナ90を超えてきますと、まあ、ドリブル 数値もそこそこまあ、なんで、この選手もね、ワンボランチとかはもちろん厳しいと思いますし、まあ、OMF で使うのもどうのかなって感じはあるんですけれども、ツーボランチの片方の CMF、まあ、DMF とかで使ってあげるといいんじゃないかなと思います。スキルもね、まあ、悪くはないということで、パスキのスキルは持ってるんで、まあ、始めたばかりの方はガチスカットに入ってくる可能性十分にあるんじゃないかなと思いますね。万能選手ということで、まあ、ドッが突出してね、めちゃ強いってわけじゃないと思うんですけど、 まあ、使用感はい、ということで、エンソフェルナンデスでした。はい、続いて、こちら、ガルナチョですね。見ていきたいと思います。個人的になんかガルナチョってあんまりこう、アルゼンチンってイメージがなかったんですけれども、アイコンめっちゃかっこいいっすね。見ていきたいと思います。育成こんな感じでやってみましたってことで、ま、ほんはもう少しね、スピード瞬発に振りたくて、もう爆速にしたかったんですけど、ドリブル数値がね、結構低いってところと、まあ、決定力もね、8を乗したかったところで、こんな感じで育成にしていました。 クイックエースをね、106を7上げて、まあ、スピシュン93、94と、ボディコンもね、94までいきますし、まあ、使用感はかなり軽いと思います。パスもね、4上げてあげて、グランダーパス、フライパスも70乗っかってきますし、意外と逆足も使えるということで、まあ、しっかり強いんじゃないかなと思ってますね。ただ、スキルがね、こんだけ持ってないんで、まあ、追加してあげなきゃいけない感じはあると思いますけれども、まあ、スパサブ的な感じで使ってあげてもワンチャン強いと思いますし、まあ、決定力もね、80乗っかってくるということで、まあ、個人的には悪くないんじゃないかなと思いますし、この選手もね、スカットがあんまりまだそうってないよって方は、 スカットで使えるんじゃなないいかなと思いますはい、ということでありがとござ、はい、といういいしたはことでこ,こからはフランスパック見ていきましょう。まずはグリーズマンということで、この選手はね、個人的にかなり気に入っていて、この育成でめちゃめちゃ強いんでおすすめなんですけれども、この育成によって、オフェスドリブル全部9 5位の、瞬発とスタミナも90超えてくる。僕はね、デシャン監督使ってるんで、スピードもね、プラス1されて、この育成で90乗っかってくるということで、かなりこの育成、個人的に気に入ってますね。で、僕、スーパーサブとかね、つけて んでまあ、先発から使うこともあれば後半から、ね、使うこともあるんですけれどもどっちら使ってあげてもめちゃめちゃ強いですね本当に万能な選手ということで欧米戦ドリブルス全部95位のグラッパフライパスも80超えてきて決着力もねこんだけあってスピシュン95位のボディコン85スタミナ90ということでまあ万能でめちゃ強いですよねワンチャンまあサイドでね使ってあげても強いと思うんですけど僕はね上で使ってあげた方が強いんじゃないかなと思います好きでもねまあ追加してあげた方がいいと思いますけれども元々でも優秀ということでまあこれで B 固定なんでまあめっちゃ強いですねしかもプレイル もう2列メーカーの飛び出しということで、まあ、セカンドトップ omf とかでね。使ってあげるとめちゃめちゃ強いんでまあ、フランスパックはね。本当この監督とこのグリーズマンえ、この2人がね。獲得できるだけでも1500円出す価値あると思いますし、個人的にもめっちゃおすすめの選手なんでぜひ気になった方はね。各ソフト検討してほしいのと、この育成もね。真似してもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでグリーズマンでした。はい、ということで、続いてはこちらデンベレですね。見ていきたいと思います。この選手もね。まあ、かなり強いというか使用感。本当に良くて特に無課金無課金の方はね。かなりガチスカートで使えるんじゃないか？ 持ってます。けれども逆足がね。頻度精度最高最高でポジション適性がね。両サイドハーフとウイングできるんですよね。これめっちゃいいポイントかなと思います。そしてまあ、ドリブル数値こんだけ高くてスピリチュもこんだけあって、ボディコンも90で超えということで、まあめっちゃ強いですよね。若干ね。決定力は低いんですけれども、もまあ、パスもそこそこ上手いということで、本当にドリブラーとしてかなり優秀かなと思います。使用感軽くて逆足が使えるんで、本当にそこの使いやすさって面ではめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。本当433とかね。44。2とかサイドを使ったフォーメーションを使用している方はこの電源で。 ガチスカットに入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、クイックネスもね、中上げしてボディコンも救助乗っかってくるんで、本当に使用感も軽いということで、個人的にもおすすめなんで、ぜひね、気になった方は使ってみてください。はい、ということで、デンベルでした。はい、続いてはこちら、中ュアにですね、見ていきたいと思います。この選手もアンカーとして十分ガチスカットで使える選手かなと思います。普通に強いと思いますね。まず、このディフェンススーツね、守備意識が全部9助乗っかってくるということで、ディフェンスボールダッシュ、アグレッシブさ、9助乗っかってきます。スピードもね、まあ、ギリギリ8割って瞬発の。 フィジカルコンタクトも86まであって、まあ、スタミナも90まであるということで、まあ、若干足がね気になるかなって感じはありますけれども十分ガチスカットで使えると思いますまあチュアメニューはねドリブル数値とかねこのパス数値に関しても上げていないんですけれども結構高いということでこれはかなりいいポイントかなと思いますね、まあ、ボールも刈り取ってくれるし足元数値にもあるということでまあかなり万能なアンカーかなと思いますスキルはねこんな感じでまあディフェンス系のスキルはもう少し欲しいかなって感じはありますけれどもパス系のスキルも、ね、しっかり持っているということでかなり優秀なアンカーかなと思うので、まあ、ザカリアとかね持ってない方 方は十分ガチスカットで使えるかなりい、いい選手なななんじゃないかなと思ってますねはいということで、ちわめメニでした。はい、続いてはこちら、ウパメカのを見ていきたいと思います。この選手もね、ワンチャンガチスカットで使えるかなーっていう感じかな。見ていきましょう。ハードプレス、センターバークの選手なんですけれども、この選手はね、ディフェンス上じゃ半端ないんですよ。イブセン外がとんでもない数値してますということで、自ビ式ボール出しアグレッシブレス、98、99、99ということで、これヤバすぎるよね。しかもフィジカルジャンプ90を9 0超えてくるということで、本当に強い選手なんですけれども、 瞬発が何せ遅いんですよね。4だけ上げてあげて瞬発66ということでスピードをね一応8を乗っかってくるんでまあやれるかなって感じはあるんですけど、まあ、もしかするとこの瞬発の遅さを気になる部分はどっから出てくるんじゃないかなと思います。まあでもこんだけディフェンス値があるんでボールはかなり借り取ってくれるかなと思いますしフィジカルコンタクトもあるということでまあ空中戦も強いんで本当にね瞬発だけはこれで70度から乗っかってきてくれたら嬉しかったかなって感じはあるんですけど、まあ、もう少しこうディフェンス下げてあげてクイックレスをね70乗せるのもありかなと思ったんで 結構若干もったいないかなって感じはしますよね。まあ、僕的にはね、まあ、この育成がいいかなと思ってるんですけど、まあ、意外とこう使ってみたらね、良かったりもすると思うんで、ぜひ良かったらね育成も少し参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。スキルが優秀なのもいいポイントですね。ぜひねフランスパック買った方はこのバネコノを使ってみてください。はい、ということでバネコノでした。はい、続いてはこちらカマビンガですね見ていきたいと思います。この選手もねフランスパックでまあ本当に大当たりというか十分ガ確実かつ使える最強クラスの選手かなと思いますけれども、僕はねだいぶバランスよく育成の方をしてみました。 サイドバックとね、CMS と DMF 使えるんですけれども、まあ、この育成なので、ね、どこで使ってあげても強いんじゃないかなと思います。まあ、クイックネス、脚力とディフェンス収支の育成ということで、まあ、ディフェンス数値もね、守備式、ボールとしてこの育成で90乗っかってきます。スピードもね、90乗したかったんですけれども、85、瞬発は90乗っかってきて、フィジカルコンタクトもこの育成で8乗っかってきて、スタミナも90ということで、ま、あいい育成なんじゃないかなと思ってます。ドリブル数値もね、上げようか迷ったんですけれども、まあ、使用感少しでも軽くしようということで、5上げてみました。ボルコンもこれで90までいきますし、ドリブル数値も85まで行くということで、 まあ強いんじゃないかなと思ってますね。個人的にはね、このパスうちね、もう少し上げてあげたかったなって感じはあるんですけども、まあグランダーパスね、83まであるということで、十分強いんじゃないかなと思います。まあスキルもね、普通に優秀ということで、最初の話なんですけれども、この育成で、まあ、サイドバックでも CMF でも DMF でもどこで使ったあっても強いかなと思ってるんで、まあ個人的にこのカモインがえかなりおす,すめかなと思いますし、めちゃくちゃガチスカットで使えるんじゃないかなと思います。はい、ということでカモインがでした。はい、続いてはこちら、マルクス・トゥラムですね、見ていきたいと思います。この選手は結構、ねこの 好みが分かれるタイプかなと思うんですけれども、育成もね、だいぶ悩みましたね。どういう育成にこうしようかなと思ったんですけど、こんな感じで育成していました。まず、プレイサルがね、デコイランということで、これ結構好みに分かれると思います。まあ、デコイランが嫌だよって方もいると思うんですけれども、まあ、使うならね、ウィングではなくて CF デコイランかなと思います。この育成で、血力はね、8乗っかってきて、スピードは93、フィジカルコンタクトも9乗っかってきますということで、まあ、ドリブル数値ね、どこぐらいまで上げるかと迷ったんですけれども、まあ、7上げかなって感じですかね。7、まあ、まで上げてあげて、まあ、ドリブル8、6、5 ボールキーパー低いんですけれどもルコンドリブルは80超えてくると本当は瞬発もねもっと上げたかったんですけれども、まあ、クイックネス7上げで瞬発が85ボディコンが75オフェセンが88ですね1066上げでスピード93まで行ってエアウトル6上げでフィジコンが9 0までいきますということでまあ結構こう独特なタイプの選手ですよねここまでこう使用感が、ね、軽いわけではないんですけど意外とスピードもあってそしてフィジカルもあるんでまあ、競り合いとかね空中戦も強いということで好きな方は、ね、好きなタイプかなと思うので、まあ、スキル追加必要かなと思いますけれども一応使ってみるのもありなんじゃないかなと思います、まあ、大型 センターホーホルととということで、まあ、クロスとかねよく上げる方は個人的にい、いいんじゃないかなかと思いますねはいといとうことで、トラムでした。はい、ということで、続いてはこちら、エメージですね。見ていきたいと思います。個人的にこの選手結構強いんじゃないかなと思ってるんですけれども、CMF、DMF のボックスボックスの選手ということで、この選手もね、ツーボランチの片男から使ってあげると強いんじゃないかなと思ってます。ボルコンボールキープがね、結構高いということで、90を超えてきて、パスも上手くて、ディフェンス値もね、ボール出したアグレッシブレスは8周乗っかってきて、スピード瞬発も結構高いということで、バランス ね数値が高いんでまあ、てとい、ね、ういう,のこう,エアにこうもななか思います、ねまあ、これに関してはね、好みなのかなと思います。ただまあ、最近ね、個人的にはこのパス数値結構重要かなっていう風に思ってるんで、パスを上げてあげた方がいいんじゃないかなって気もしてますね。まあ、これは好みによって変えてみてください。まあ、スキルこんな感じでめっちゃ優秀なんですよね。ダブタ持っていて、パス系のスキルもしっかり持っているってことで、まあ、スキルも優秀でこのバランスの良さということで、まあ、使ってる方はあんまり見ないかなって印象はあるんですけど、かなりね、 優秀なな選手かなと思うのでぜひ気になった方は使ってみてください。はいということでエメリでした。はい最後にこちらジルーですね。育成見ていきたいと思います。まあジルーは正直ね、だいぶ癖あるんで、タイプ分かれるというか、まあ、今の環境ではあんまり使わない方の方が多いんじゃないかなという印象はありますけれども、見ていきましょう。まずプレースタイルがターゲットマンということで、ポストプレイヤーなんで、基本的にも前線でね、裏抜けとかはせずにボールをこう収めるようなタイプのプレースタイルになります。身長も190を超えてくるということで、まあ、この選手もね、まあ、トゥラム同様にこう、 クロスを上げてね。まあ、プレイしたりとか、ロングボールをこう前に当てて攻撃を始める方。そういう方は本当にいいんじゃないかなと思ってますね。これだいぶ特徴的なね。能力していって、オフェーセンスにヘディングキック力、ジャンプフィジカルの救助を超えてくるってことでだいぶ癖ありますよね。スペシャルは低いんでま本、あ、当ね。裏抜けとかってよ。りかは基本的に足元で。また空中戦とかでボールをキープしてもらうみたいなまあ、攻撃のこう起点にしていくっていうイメージかなと思いますね。まあ、スキルはこんな感じで習得のスキル結構持ってますし。しまあ、スーパーサーを持っているということで、まあ、後半からね。投入して攻撃にこう変化を持たせていくっていうのも。 と思いますけれどもまあ、アイコンがまずめっちゃかっこいいしねかなりこう独特な能力賞をしてるということでまあ、好きな方はね逆にめっちゃ好きなタイプかなと思うのでまあ、個人的にはこのバランス型の育成結構いいんじゃないかなと思ってますねぜひよかったら参考にしてみてくださいはいということでジルでしたってことで今回はこちら6つのパックの選手の育成開始していたんですけれどもいかがだったでしょうか動画だいぶ長くなったかなと思うんですけれども少しでもね参考にしてもらえたら嬉しいかなと思いますまあやっぱりねこのフランスパックとこのイングランドバック個人的にめっちゃおすすめかなと思いますし、まあメ 選手持ってない方はね、このアルゼンチンパックもめっちゃおすすめかなと思ってるんで、まあ一番フランスパックかな。このパックはマジで買った方がいいんじゃないかなと思ってますね。選手も強いんでね、良かったら参考にしてみてください。はい、こんな感じで、フットボーの動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でおどうしましょう。じゃあねー。